はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。世界一速い超高速ウルトラ高速 P ジャンプコースパート2やっていこう。クリア率よく見てなかったけど、多分 1.5% くらい。あー、これか、ドッスンにぶつかって加速して、ここで、ピューっていくやつだ。P スイッチを一気に押して、ピューP、オッケー。で、ここで、よいしょって、ピュースピン、あぶねちょっとなんか言ってた。はい、ピュー、はい、パウ持って。パウはピュー投げて、ピュー投げて、ブラーおやおいしゃよし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 。さあ、ここも、あ、P ね。はい、ピュー、ピュー、はい、ブレ、ピュー、よいしょ、オッケー。3段ナイス。で、ここで、1、2、3段か、なんで P 持った？はい、投げて、違う！ワオ！邪魔すぎる！俺が置いた P めちゃくちゃ邪魔だった！P じゃん。で、パウ持って、ピューよいしょ、オッケー！はい、ピュー！はい、中間ナイス！さあ、この後も、ピューよいしょ、ピューオッケー、ピューピューよし、ここ、P じゃん、ピュー、はい、ここダメージ。P じゃん、オッケー。はい、ピューピュー、はい、P、よっしゃ。で、この後も、はい、ピューピー、よし。はい、行こう。ピューピー、オッケー。3段、うわーいけた、ナイス、GG！ 三振クリア率 0.77% やっていこう。お帰り。はぁー、え、待って、これ、え、真面目にどうやっていくんだこれ。よいしょ、一回ちょっと下降りて、あー、そっちに、プロペラがあんの？あ、じゃあ、まずは一回右まで行ってて、プロペラを取って、あー、めっちゃすんなり行った。で、これで、よいしょ、こうやって登りましょうと、待って待って待って、バカバカバカ。いや、でも行けるわ。よし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 、ゴリ押し、ゴリ押しこそ正義。対策されてたわ。ま、さすがに対策はされてるよな。よいしょ。あー、クソ当たった。割とシビアだな。上の針当たるんだ、そこ。よいしょ。オッケー。あー、届かない。集中。よいしょ。ほい。オッケー、完璧。で、こっからね。よいしょ。待って、しゃがめてた。うわー、いけたーあそこ降りるときしゃがまなくてもいいんだ。よし。これでクリアだね。大丈夫。これなんかちくわの数とか。大丈夫だったーナイス。よそ見現金、不意打ちで来る敵から逃げろ、クリア率 3.15。さあ、よそ見現金、うわ、待って、落ちてこないじゃん。なんだったんだ、最初のは。あー、待って、これは普通に落ちてくる。このガリガリを避けて、で、これは、どこまで行ったら左端、戻るな、バカ気を取り直して。まあ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 、まあ。真ん中からの、はい、右からの、で、次、左。よし、オッケー。これで待って、それ左端にいたらブロックに潰される。あーぶね、さ、こっから、うわーあぶね。よし。で、次は、待って、トゲメットが来てる。青鬼が追ってきてる。よし、オッケー。青鬼には捕まらん。ナイス。さ、表面戻って中間はない。何ですかこれは。これはもうこの雲が安全地帯っていう認識でいいか。よいしょって言って、オッケー。よし。で、ドア入ります。さあ、こっからもよそ見現金。どっから来る？左から来る。よいしょ。来い。オッケー。で、ここは、なんかバドコチックだな。この雲の間をしっかり見極めて。よいしょ。よし。よし。ほい。うえあまりにもクソボケすぎるだろ。どこでミスってんだ。よし。で、こっからは次は、あ、上に行ったらいいな。あ、待って、これ左に起きるべきだったか。あ、いけるわ。よし、オッケー。はぁ？やらかしたな。ここちゃんと左からスタートすれば、いける。ナイス。さあ、こっからは、待って、これは、あ、勝利の確定演出っぽい。なんでそこだけベルトコンベア逆なんだ。オッケー。初めて知った仕様、クリア率 2.43% やっていこう。これはなんだ、なんかタイムアタックとか。あ、あれだ！わかった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 、あれだ！うん、理解した。これね、ただ普通に登って壁キックするだけと思いきや、ここに隠しブロックがびっしり詰まってて、で、上のボムが着火して、オンオフが作動して先に進めなくなりますよっていう、そういうことだよな。じゃあ、このコースどうやって攻略するかって話なんだけど、これ隠しブロック叩いた後にすぐもう一回ジャンプして、このブロック破壊したら、中身が出てこないんだよね。っていうのを使えば、ボムは着火せずに、こうやって先に進めますっていうね。そういうことだね。
これみんな知ってた？ヒカキンが結婚してしまったので、もうマスオ TV 見ません。ふざけ散らかしてるタイトルだけど、クリア率12,300分の2、0.01%。とんでもねえコースやっていこう。これね、やり方は知ってるんだけども、とんでもなくむずいんだよな。ちなみにこれ普通にやっても高さ届かないし、三段ジャンプしようにも、この幅でどうやんねんって話だよな。ちなみに壁キックで隠しがあるかって言われたらそういうことも特にない。まあ隠しもなくて壁の高さ6段だったら3段ジャンプするしかないんだけど、ここどうやろうとしてもね、ここで走っちゃって2段が途中でリセットされて、ここで飛んでも3段になんないんだよね。じゃあどうするかっていうのを今から見せるんだけど、今なんか一瞬なんかクルルルってなんかすごい音が鳴って、この辺でマリオのポーズが硬直したの見えたかな。今から見せるんだけど、ここね、着地の間際で、スピン関連のボタンをマイフレーム、つまり1秒間に60回正確に連打し続けると、ここ着地せずに滑ることができるんだ。で、滑り続けて、ここで着地して、改めて3段を入れましょうっていうね。まあ、とんでもなく難しいことが要求されるわけなんだけど、まあ、普通にやったら1秒間に60回連打なんてできるわけないから、まあ、あとはやることわかるな。ここで助走をつけて、1、2、はい。あー、くそ！はい、ポーズ連打です。ポーズを駆使して、一時停止する、で解除する、で解除したらすぐにスピンを押す、ですぐにまたポーズ押し直すっていうのを連打することで、繰り返すことで、マイフレームスピンをするっていうのをね、成し遂げてみる。まあでもそれでも失敗してるんだけどね、今これクルリンじゃなくてスピンジャンプが始まってるわ。もうあとはマリオさんざっくり行くだけの定め。冷静に考えてみてくれ。ここの2マス？てかなんならさ、ここの1、2マスじゃなくて、針入り始めるところから針出るとこまで、だいたい4マス弱、スピンし続けないといけない。まあ、3.5 マスと仮定してさ、走る長さは約 0.3 秒。それをマイフレーム1秒間に60回正確な速さでスピン連打。できるわけねえんだよな。どんな音ゲーにもそんな高度なこと要求されてない。もうそれはさ、ポーズ連打くらいさせてくれ。ちょっとこのコースに限ってちょっと許して、それ。よいしょ。あーバイバイマリオ。よし、あとは多分これであとはちょっと走って3段。よっしゃーいけたーこれ、ごめんな。なんか、多分コメント欄で結構言われると思う。なんかポーズなしでクリアしろよ、みたいな。ただ、このコースは、本当に、現実的に考えて、ポーズなしだったらクリア不可能だと思うから、ちょっと、まあ、こういうなんか、裏技みたいなのがあるんだよっていう紹介も兼ねて、ちょっとポーズありでやらせてもらったけど、ちょっとごめんね、みんな。まあ、それでもね、クリア率 0.01% だったコース、もう 0.02 になっちゃったけど、よくクリアしたなって思ってくれたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。